はい、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい、皆さんはね、この休みの間どんな釣りを楽しんでおられます？私はね、今年もね、この両サイドにいるどんくさい2人、これをなんとか引き連れて皆さんに楽しいビデオを紹介していきたいと思っています。それにしても2人どないしたん？えらい綺麗なもん着さしてもうて。これね、皆さん気付きます？この2人ほどね、あの使い古された言葉、これが似合う二人いいね。これをね、孫にも衣装を言うんだよ。ひどいですね。でもまあ下野さんから見たら私たちは孫みたいなもんだと思うんですけど、はいはい、1年に1回の女の晴れ姿ですから、釣りをしてる時とは別人みたいだと思うんですけどね。いえ、あのね、僕の両サイドここにいる限りにね、この晴れ姿いうのはでかいバスをガッと持ってね、それ見え切った時ね、うん、だからもう着物が綺麗やどうやちごででかいバスを釣ってください。はい。まあでもこうやって見ると京子ちゃんも女の子って感じがしますよね。こうやって見るとっていうのはどういうことでしょうね。うん、いやもうね、2人がねこうやってうだらうだら言うてる時、もうお正月でね、餅食ってみかん食ってね、ブク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 言ってる間にね、世の中世間ではね、これ見てください、大きいでしょう、すごい。これね、大阪のね横山さん、この方が釣られた58センチのバスなんですけども、たまたまね、この横山さんが釣られた日、僕もね、これ奈良県の池原ダムなんですけどね、今年またあの新しいファミコンを出すんですけども、その取材に行ってる時にちょうど出会って、このバスね、ほんまも生きてるやつを見せてもらったんですよ。本当にでかかった。これはね、デルタホースをただ引いてただけでね、釣れたって言ったはずなんですけどね、この横山さんのすごいとこ、この次の週ね、次の週にね、またね、52センチ、それを釣ってはるんですよ。だから2週間で50アップ2本ね。で、その2本目のやつはね、僕のジグスピナー。それをまた引いてたら釣れましたとか言うてはるから、釣らはる人は釣らはるんですよ。私もね、釣れる時は釣れるんですけどね。でも今年こそはもう絶対40アップはもう絶対釣ろうと思って。でここでちょっと下野さんの鼻を明かしてやろうと思ってますけどね。いやもうね、こんな鼻でよかったらね、僕も早いこと明かしてほしい。ほんでもう早いことね、あの一人でね、みんなパッと行ってほしいよね。もう僕が行かへんかったら魚が釣れへんっていうやつやからね。でもね、あの皆さんもね、この寒い間、あのちょっとバスに出かけて行かれて、やっぱり釣りにくいって思うんですよね。でもね、ちょっと考え方を変えたらね、この冬ほどね、岸釣りなんかで釣りやすい時はないんですよね。これね、あの場所でね、その季節風なんかの影響を受けにくいような場所、あの水の溜まってて水深があって、ほんでまあできることならね、その溜まってるところに冬の間ちょっとね、ウィードが残ってるようなところ、そういうところへ行くとね、あの比較的バスがいっぱい集まってて、中でもね、その季節感のないバス、あの25センチから30センチぐらいのね、元気なバスが皆さんの相手をしてくれるんですよね。でまあ、その中でちょっとでもサイズを上げていこうって思うと、冬の定番のラバージグ、それが使わなあかんのですけどね。だから今回僕はちょっとサイズを上げるのに、岸釣りでラバージグをしてると。でたまたまね、それ行った時に、少年と出会ってね、その少年がライトリグでね、すごく数を釣ってたんですよね。だから、その釣り方、それもね、一緒にいて勉強してみてください。足場が高い時はあれね、ラバージグとか普通のワームしてても気ぃつけなあかんのが、とりあえずそこをきっちり取らなあかんのに、こうトントンしてる間に持ち上げてしまうねな。だから必ずちょっとトントントンしたら止めて、ラバージグが沈むのを待たんと。よし、来た。やばい、港の中のやつは当たりはっきりしてるよ。コンやつ。かわいいけど、本湖であんだけ苦労してたんが、なんやろな、あいやつな。コンって来てる。あ、佐藤君、あれ取らなあかんかったんじゃん。コン。
わあ、また増えてきた。容量はもう船乗ってても陸からでも一緒ね。とりあえずラバー銃が銃のトントンのリズムが変わったらとりあえず合わす。で比較的こういう港の中とかね、岸釣りで溜まってるような場所のバスいうのははっきり当たる時が多いけど、でも確率上げていこう思ったらとりあえず自分のリズムがトントントンっていう、それに何か変化ちょっとでも加わったらね、とりあえず合わせてみる。ポケットにゲーリーのグラブを入れて、ポケットにフットボールのちっちゃいのを入れて、で足元には猫足元にね猫が寄ってくるようにならんと、猫はね釣れる人の近くしか寄ってこないさ。京子ちゃんやったら絶対寄ってこないな。よし来た。見てみな、猫が足元に寄ってくる寄ってくる。ほら、ほしか、ほらほら、こうかこうか、ほらジャンプジャンプ、ほらジャンプ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 、ほらジャンプジャンプ、押したら。猫が足元へ寄ってくる。あまあ今のははっきり当たったな、コンテ。えのきだが、おお、やったやった。ほら彼も釣った。ほら彼の近くにも猫がいった。猫に取られよった。猫が爪かけて話しよらへん。お、彼が入れ食いをしてます。入れ食いをしてます。あ、黒猫はおとなしな、一挙来。これあれかな、あのエコギア。あ、エコギアの、おこれね、エコギアの4インチのワーム。それにね、ほらここにこうやってほらシンカー差し込んで、ほんでマス針でちょん、なんかアメリカのやつでジグヘッド購入のやつを改造して、うん、ちょんがけ。これで先から彼はねパカパカつってる。それはエコギアのパンプキンやね。田辺さん喜ぶやな。でもこういう形で今あのコバスで元気のいいやつがサスペンドしてるやつ結構上で食ってるやろ、はい、うん、上で釣ってる。今彼と僕は2対2やしな。だからちょうどそのウルトラライトの竿がええ加減曲がって楽しそうやな。だからみんなもみんなもあのあれよね、彼みたいにちょっと工夫したら竿とかをね、そのサイズに合わせてやってしまったら結構一日遊べねえけどな。彼も今ちょこっと来ても入れ食いさしてるからな。お、太陽が出てきたぞ。あ、彼がまたぶら下げてるぞ。彼がぶら下げて、彼はついに7匹目をクリアしました。ウェーンウェーンウェーン、お前綺麗やな。引
ヒラメの色で殿の柄やねんな。お前は綺麗やな。おい、ミャオ。うわー、彼と同じサイズだ。豆さんが来たぞ。サビサビ、何回も何回も同じとこやっていく。サビ、おじさんの体力ではだんだん辛いもんがある。よし、ラスト1頭、ブス猫ゾーンでラスト1頭。にゃーごー、にゃーごー、ブス猫ゾーン、ピッチ。平野君は10匹ぐらい釣ったけ？負けてます、10対4です。10匹以上いった？12匹いった。かなんな、何倍や、計算できひんぐらい負けてる。最近私も同じ場所でヘビキャラで釣りをしましたけれども、反対に猫にバカにされて帰ってきたんですけれど、あの池釣りトーナメントやった男の子、小さいバスですけれどたくさん釣ってましたね。うん、まあ、私も京子ちゃんも今までは一発大物狙いっていうことでノーフィッシュだったんですよね。でも今の時期はこうやって小バスを狙うっていう楽しみ方もあるんですね。もうあのね、やっぱしあのこう大きいやつっていうのはね、本当に絞り込んで、ほんでもう一日ね、もうやり通して、もう決め込んだ釣り方をね、やり通して、ほんでそれで終わってみてね、でかいのを持ってた、そうかノーフィッシュやったとかいう結果的な話やからね。だからもう皆さんもね、ちょっと釣りに出かけて、とりあえず手にバスの匂いをつけてみたいと、あの初釣りやからね、原付けにっていう時にはね、こういうライトタックルで遊んでみるのも面白い思うんですよね。私も去年は散々でしたからね。もういい思いをしたのは淡路島、池原ぐらいだったから、もう今年は絶対頑張ろうと思ってるんですけど、初釣りはもう入れ食い状態を皆様にお見せしたいと思ってますので、ご期待くださいということですね、由美ちゃん。まあ、私はこれはより一層腕を磨くっていうのでいいんですけども、京子ちゃんはね。あのね、とりあえずね、皆さん2人のご期待くださいはね、期待せんといてください。もうあのね、とりあえず何一発をもう寝ろって言ってた言ってるけども、1年何とかやってて、たまたま来た魚、それをね寝ろってた言うからね。本当だから、この2人がね、もしね、少年が釣ってたようなね、これぐらいのバス、もし10匹続けて釣ったらね、超入れ食いやりの話になってしまうから、皆さん騙されんようにね。でも2人にはね、やっぱしそういう魚を数かけるっていうとこからまた始めたらええ思うんで、とりあえずライトタックルで、今回ね、これ少年が使ってた、タックルはね、あれラインがね3ポンド、すごい細いやつを使ってたし、まあ2人やったら4ポンドか5ポンド、その FC スナイパーで4、5いうのがあるからね、そういうやつとマス針でちっちゃなワームでね、遊んだらええ思います。まあ、数を釣るっていうのは私たちに任せてもらって、皆さんはどういうふうな釣りをすればいいんでしょうか？あのね、とりあえず冬場に大きなバスをね、1日1本でもいいから釣りたいっていう場合は、やっぱボート出してたりとかした時にはこう湖の中で割と風の影響を受けにくいようなね、その季節風の季節風、それの裏側とかね、そういうところでちょっと深さの変化のあるところ、そういうところでもう完全にここやっていうところでね、そういう場所をね3箇所ぐらい選んどくんですよ。でその3箇所をこう粘っていく、ほんでもう何回も何回も入り直す、絶対当たりがあるまで。ほんでもう一つ一番大事なのはね、この冬のバスっていうのは時としたらね、コツンっていい当たりが出るんよね。でも当たってるのを感じないような時もあるんで、自分のリズム、そのリズムの中で変化があったら手を動かす、それで1日やり続けると、いいバスが、手にキャッチできるんですよね。まあそういうことをねやってみせてるんで、一度見てください。はい、今回はね、冬が始まって、ラバージグの使い方ね、ラバージグで狙っていくポイント、それをやってみようと思うんですけども、基本的にね、冬になると
季節風、大体北西風やねっていう風が、この琵琶湖はよく吹くんですけども、その狙う場所としてはね、その風の影響を受けにくいような場所だから、どちらかというと、西側の北に面しているようなところにあるこうワンド、こう入り江ですよね、その中にある、他の、その場所の中でもちょっと深いようなところだから、例えばここにあるこういうマリーナ、ここにはそのワンドの中で、障害物を作ってるんですよね。でその障害物を作ってて、なおかつこの琵琶湖にあるマリーナっていうのは船の上げ下ろしをするのに、昇降機のところが掘ってあるんですよね。だから、全体の深さの中でも、例えばここが平均的な深さがね、普通の水位の時でだいたい2メーターそこそこなんですよね。その2メーターそこそこのところに3メーター50ぐらいで掘ってあると、そう掘ってあるところでブレークができたりとかね、だからその底の変化のところ、そういうところを、水が動きにくいようなところね、そういうところを、探して釣っていくと。で、釣り方っていうのはね、この本当に冬の始まりから本番の一番寒い、だいたい1月の後半2月、それにかけて例えばラバージグにつけていくトレーラーを変えていったりとかね、それはラバージグのちょっとした動かし方の変化で、僕の場合はね、グラブから、ポークへ変えていったりとか、そういうことをしていきます。まあ、今回は、とりあえず、ラバージグで、冬のバスを釣っていくと、そういうのをやってみます。マリーナを冬になり始めてね、狙う時、そういう時にはね、まず最初、こういう、条件的に、その風の影響を受けにくいようなワンドにあるマリーナ、そういうところでまず最初に、普通にこういう立っている桟橋の足とか、こういう船を止めるポールとか、こういうやつをね打っていく時に、最初頭の中に描いておくことは、まず魚がこういうところに集まり始めて、集まり始めて水温がね、冬場でもまだ下がらない時、こうまだ本当の冬から比べると水温が高いような時、そういう時にはね、比較的こういう、垂直なストラクチャー、それにつくんですよね。だから秋口はこういうストラクチャーにキャストして、そしてちょっと僕の釣り方で言うと、ラバージグをスイミングさす、ちょっとそこからトントンと来て竿をちょっと持ち上げて、その間にスーッとラバージグを泳がす、そういう泳がしてる時にポンと食い上げたりとかね、だからバスがそこにはついてるんやけども、上を見てて、その自分の目の上を動くもん、それに反応する、そういうのを、釣っていくんですけども、それがだんだん本当の冬になってきて、バスが実際にそこについてて、自分の目の前だけ、目の前だけを見てるような場合っていうのは、そのできる限り、狙っているそのストラクチャー、これにきっちりピッチングで入れていくと、で、まっすぐそこへ、もうバスのついていさ、いそうなところ、その子で頭の中ではね、例えばこういうエッチ湖、桟橋の橋桁をね狙ってても、この一本に対してね、一本に対して、何種類かの場所を選んでキャストするんですよね。四方こう囲まれてるところね、だいたい秋口やと一箇所でちょっと入れて、そこから誘い出してもいける時があるんですけども、水温が下がり始めた時は、一つのストラクチャーに対して小刻みにね、こう自分で水面を刻んでいって、何回か何回かね、同じものに対して入れていくと、だから一度のキャストでその釣りを終わらないようにするね。でそれと一番初めにこう秋口使ってたこういうグラブのついたやつ、トレーラーにグラブをまずつけて、それでこう釣り始めとくと、そうするとね、まだそれに魚が反応してる時っていうのは、本当のその水温の低さにはなってないんでね、
とりあえずね、冬場、こう冬が始まりかけたらね、自分のトントンがとりあえず来るたら、こうとりあえず合わせてみる。それでその当たりを覚えていくしかないんですよね。どうしても暖かい時の季節みたいにね、あれって思った後にもう一回ココンとかコンとかね、そういう当たりを待ってしまったら、ヒット率は下がってしまうんですよね。だからおかしいって思った時にはもう必ずもう合わせを入れる。それを癖にしていって、本当の当たりとそこの当たり、それの区別をつけられるようにしていったらいいです。それと冬場にこういうものに対して狙う場合は、とりあえずこうピッチングなんかで際へ入れた時にこうラインをね、そのリズムの中で一引きしてラインを出してあげると、そうするとついたところでまっすぐその下へ降りていくと。それをね、暖かい時のラバージグいうか普通のワーム類なんかでの、キャストなんかは比較的大雑把なキャストでも魚が食ってくるんですよね。言ったら魚がルアーの方へ動いてきてくれるんで。でも冬場になるともうルアーを魚の目の前へ持って行かないと魚が反応しないので、キャストするときにキャストして入れたところで糸を一引き、それはだいたい水深が2メーターぐらいまでのところだと一引きね。ほんでそこから深くなるとそれを2引きぐらい、さっとそれを自分のリズムで作っておくんですよね。それとあとはできる限り入れた場所から移動をさせないようにしてアクションをする。こういうマリナを攻める時に頭の中に入れとくのが、ああいう昇降機の周り、ああいうところが他の場所より掘ってあって全体的な深さからこう変化がついてるんですよね。ほな水温が下がりゃ下がるほど、こういう桟橋なんかのストラクチャー周りよりもそういう場所の方がメインになるんですよね。だからこういうところは、遠くからキャストしてそこをそのブレークに対して引いてくると。だから一つのこういうマリーナっていう場所の中で、バスが今その水温やね、僕らが感じる気温とかそういうじゃなくて、バスがどっちの方向に動いて溜まってるかね、それを探しながら本当の冬になってるかなってないか、それを考えていくんです。ポークに変えた後だ。ほら来たよ、でかいの。ほら、やっぱしあれなんかな、グラフトレーラーが変わってしまったんかな。ほら、トレーラーが変わってしまったから、ほら、一度打ったとこをね、トレーラーを変えてもう一度やってみたら、ほら、そしてね、こう釣ってる時にこう引っかかってくるこのウイド、これがその寒くなってもこう青々してるようなところ、そういうところはね結構マスが集まってるんで注意しなきゃいけません。
ここもね、このマリーナで内側が深く掘ってあるんですけども、それの外の初めてのこう変化のところ、そこにまだここは寒くなってもね、ウィードが残るんで、まずそこからそのウィードの上をまず釣ってます。だからちょっとラバージグの上と軽くしてます。今使ってるのが、1/4だから、秋口なんかに僕はマリナのストラクチャーを1/4のゲイリーでやるんですけど、その時はこうゆっくり落としていくのと泳がす、そのために軽いのを使うんですけども、この冬場の時にそのウイドの上を、残ってるウイドの上、そこらを釣る時にもこの1/4で、そのウイドの上をゆっくり泳がしていきます。こうやってキャストしてね、キャストして、そこを釣る釣り、例えばラバージグ以外の釣りでも、このウィードの上をこう泳がしてくるか、アクションさせてくる、それが大事な釣りの時にはね、こうトントンと動かした後にね、必ず止めるっていう動作を入れないと、このトン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 連続でやってくると、だん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 ルアーが水面近くへ浮き上がってしまうんですよね。そして自分が釣りたい水深を釣ってないっていうのがあるんですよね。ほんでひどい時にはこうやってトン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 って連続にしててね、ほんでちょっとよそ見してる時に水面外がルアーがね、その水面からヒュッて出た時に自分の感覚がバッと変わるんで、そこで思い切り合わせてるって、そういう人もやはるしね。だからとりあえず投げてそこを釣ってくる、釣りっていうのは必ずこう投げてラインの糸吹け、その吹けをずっと見てて、ああ今ボトムに突きかけたなっていうところ、そういうとこからトントンとやって、ちょっと止めの動作を入れる。そうするとずっと投げたところからボート自分のところまでずっと底を釣ってこられるっていうことです。だから連続的にずっと同じ動作をアクションをね、繰り返し続けて、一回も止めを入れないとルアーは浮き上がってくると。で次にこういうところは掘ってあるこうブレークになってる沖側、浅い方にボートを止めて深い方へ投げて、そこに出けてるブレークのところを次に探っていくと。それが終わったら中へ入っていくね。そういうのを丁寧にこうしていって、で本当はもうこれ冬の間はね、ここやって思うところの例えばポイント、そういうところはね、だいたい最低3回4回こう同じパターンでね、ずっと釣り続けるんですよね。一周回ってもう一周回ってっていう形でね。そうするいうのはね、冬のバスっていうのは本当に目の前にルアーが来てくれないと口を使ってくれないんで、こういう広いマリナのエリアなんか自分がきっちり狙ったって思っててもルアーが通ってない場所があるんですよね。だからちょっとでも確率を上げようって思うと、同じ回り方で、ルアーを投げる位置をね、自分の頭の中でちょっとずつ変えながら、ここは投げたやろか、ここは投げたやろかとかね、そういうのを考えながらやっていかなあかんです。ここもこういう春節の工事屋さんのマリーナになるんですけど、ここも春節船の大きいやつがね入ってくるのに、沖から周りの深さよりかは深く掘ってあって、ここがプールみたいになってるんですよね。だからここにも大きなブレークがあると、そこの変化やね、それがある。ほんで今ここのこの春節のこのところが冬場でもまたウィードのしっかりしてるとこなんでね、だから今使ってるルアーは1/4のゲイリーです。もう下一面にウィードが残ってるんでね、もうすごいウィードの林です。
で今はちょうどこの岸寄り掘ってあるところで壁になってるところ、手がかりや。朝からやって今ね釣り始めてからねちょうど2時間やったー、よう引くわーとか思ったら手がかりでした。それも狙ってないような小さなやつ、これはやりました思ったら手がかりでしたでもちょうどその変化のが岸へ当たってるとかやったね、その深いこう掘ってあるちょうどここが壁で、壁側の今度岸の壁に当たってるちょうど角っこ、今これ一通りゲイリーのラバージグの2分の1にグラブをつけたやつ、それでこのマリーナ周りをやってみて、次にね今度ポークに変えてもう一度やってみます。とりあえず冬場のバース釣りいうのはもう本当に細かく細かく、しつこくしつこく、もうここやって思うエリア、それをすごいもう切り刻んで釣っていくみたいな考え方で釣っていかなあかんから、でもそんな大きない。大きくない。でもさっき狙ったところを今度トレーラー変えてねやってみたら来たけど、これは狙ってる大きさじゃないね冬場の。あのサイズはね、こんだけ苦労して釣るサイズ違うね。まだ12月から1月にかけてやったらウィードエリアでね釣れる魚。ちょうどここら辺を釣ったらええの。こっち側は浅々やん。そっち側が掘ってあって深いから、ここでこんなスコーンでこんな穴になってんの。もうあとそっち側からやったらテキサスで4インチぐらいのやつをこちょこちょやってたら30センチぐらいのやつは、魚は確かに30センチぐらいのやつはついてるよ。本当に大きいやつ狙おうとはやっぱりラバージグでこっち側から釣らんと、そっちから釣ると深いところを通り越してしまうの、ちょうど角を。ここはね、僕はいつもよくトーナメントでも入ってくる赤の井の真珠棚なんですけども、ここはねここの赤の井の湾自体が全体がすごいシャローエリアなんですよね。今なんか減衰してて、この沖合、この出る沖合なんかはねもう水深が50センチもないんかな今。でもねそういう湾全体がすごいシャローエリアなんで、この冬場はね結構みんなが無視するんですよね。でもこの今真珠のこの棚のあるところ、ここは掘ってあるんですよね。だからここだけ今この減衰してる時ね、このマイナス今70センチか80センチの減衰、その中で今ここのエリアが1メーター80水深があるんですよね。で周りがもう70センチ50センチっていうとこなんで、このシャローのエリアにいてた大きなバス、それが外へ移動してないやつはこういうところへ
溜まるわけなんですよね。だから全体の景色はすごいシャローエリアの広い場所なんですよね。でもそこに、掘ってあって深い場所がある、そういうところがね、結構みんな沖合のウイドとかね、どこか他の深いところとかそういうところに目が行ってしまって、こういうところが結構ノーマークになってしまうんですよね、冬場。でもこういうところをね、根気よく釣っていくと、でかいバスがじっとしてるね。だからすごく釣るのには時間かかるけども、比較的いいサイズのバスがこういうところでもう完全に冬を過ごしてしまうっていう場合があります。だいたい冬場のこのラバージグはね、本当に1日打ち続けて終わってみてからの結果やから、それで例えば1匹でやったとかね、2匹やったとかそういう感じやから、大概の人がね、冬場ラバージグやるときはね、練習してんには思ってやったらいいんですよ。ほんでこれ今冬の間にこういうね、こう根気のええ釣りをやってると、暖かくなってからラバージグ使うといとも簡単に当たりが出るしね。だからそれも取りやすくなるし、だから一番初めはこうやってラバージグ使ったら、まあ要はピッチングの練習するみたいな感じね。ピッチングの練習してて魚が当たったらラッキーやみたいな感じで。だから一番ピッチングがやりやすいのはね、リールとルアーの位置を同じにしといて、でもただこう振り子の要領で振り出す、それでピッチングはもうすごく簡単にできるし、だからこれで左手さっと離したら前にルアーが行くからね、こうやって左手離したらルアーが前に行く、そのルアーが一番前に行った時にスプールを止めてる親指を離す。ほんでちょっと距離があって、その勢いだけではルアーが目的地に届かへん時に左手離すと、この親指離すの動作に竿をこう振り出す、その動作を入れたら、そしたらもう普通釣り寄せんな、釣りをするためのピッチングの、キャストの距離、それは自然と生まれてきます。だから竿を振り出すのにこう左手離す、親指離す、で竿を振り出したら、で水面に静かに着水してるみたいに見えるのは、例えばこれが何も細工しないでこのままピュッといったらジャバンって入るんですよね。ほんでこの時にもうルアーが、このラバージグがね、もう水面に着くよっていう時にこうやって止めてあげると、ゆっくりこの止めたとこからの落下だけね、だから水面に着くなー言うて止めたとこの落下だけでショックのそのパシャッとした落ち方、だから何にもせえへんかったらバジャンって入るやつが、これがこうして行ってチュッて止めてあげる、もうルアーが水面に着くよっていう時に一旦親指でキュッて止めてあげると静かに入る。ほんで止めた後すぐ親指を離したらルアーは糸を引っ張って出ていく。だから巻き上げてきたらほぼリールと同じ位置にして、左手を離すのと親指離すのと竿を振り出す。ほんでルアーが水面につきそうになったらこっちの親指でトンと一回止めてすぐ離す。だからそういうのを練習や思ってこれをずっとこう繰り返してたらええんぞ。でそこで今度自分がトントントンってしてるリズムがなんかおかしいな、狂ったなみたいな時にとりあえず合わす。そうしてるうちにね、だんだん魚の当たりが分かってくるし、そうしたらもうこれが暖かくなってきたらね、いやでもコーンとかココーンとか来るから誰でも手は動く酒に。
よし来た。ほら。ほーら。来たらでかい。ふっふっふ。よいしょ。こういう結構この場所はね、本当冬場ノーマークになってしまうんですよね。でもこのシャロー全体の中のでかいやつがこういう深場に残ってしまう。下野さん、ボートで本当に寒そうでしたね。冬の釣りは忍耐がいる釣りで、そう簡単には釣れないと分かってるんですけれども、この時期はバスの目の前にこうルアーを落としていって落とし込みで釣りをしないとなかなか釣れないと思うんですが、そう考えると一年中では一番今が難しい、頭を使う釣りをしないといけないんでしょうね。やっぱり冬に大きいバスを釣るっていうのはラバージグがいいんでしょうか。とりあえずこれね、ラバージグもすごい奥は深いんですけども、皆さんがね、冬のバスを釣るのには、入ってきやすい釣り方なんですよね。ほんでね、これ以外にもね、例えば沖合でウイドがあるようなところ、そういう深場のところでね、そのウイドのエリアに集まってるバス、その目の前へ、夏場に用サスペンドの、バスを狙ってた釣り方ね、ジグヘッド、だいたいね、16分の1から32分の1、そのジグヘッドに4インチのストレートのワームをつけて、投げてね、ずっとそのウイドの上に置いておくっていう釣り方があるんですよね。ほんとそれもね、もう場所を絞り込んで、だいたいね、4時間打って、3バイトから4バイトがあったらええよっていうような釣りなんで、それも結構思い込んでしなくちゃダメな釣りなんですよね。ほんでそれとね、あとみんなが寒い寒いって言うてでもね、水の中のバスがだんだんね、この寒さの中でも、春のスポーニングに意識が向き始めてくると、一番代表的な釣りでね、以前にもやったように、ロングビルの実のそれに盛んにアタックしてきたりとか、スピナーベイトにアタックしてきたりとか、そういうのがあるんで、とりあえずね、この釣れない時はね、こう水の中バスの状態、ほんでどういう場所にいるんやろとかね、そういうね、頭を使って絞り込んで絞り込んで絞り込んで、すごい辛いけども、答えの出る、考えるバスフィッシングがね、それが十分楽しめる時なんで、皆さんもね、一度試してみてください。毎月フォトトーナメントコーナーにたくさんのご応募ありがとうございます。今日は最近いただいたお便りの中からいくつかご紹介させていただきます。まず奈良県桜井市にお住まいの荻野正代様からいただきました。この方はご主人が第二の釣り好きということで、初めて釣りについていった時、初めて投げた竿で釣れたのがこのバスらしいんですよね。でこの日計4匹釣ったらしいんですけれど、最後にロッドとリールを落としてしまったらしいんですよ。でちょっと悲しかったということなんですけど、まあね、要はあることなんですよ。まだね、1本や2本甘いですよ。僕なんかはね、琵琶湖にね、7セットは沈めてますからね特にこれ釣ったはったんがカヌーみたいなね、やから、僕なんかバースボートの上からポンポン落としてるからねまあご主人も怒らへんでしょう。はい、次は愛知県岡崎市の山本博之さん、陽子さんご夫妻です。でこの時奥様の陽子さんは初めて釣りに行ったそうなんですけども、6匹も釣ってしまってるんですよ。すごいですね。ほんでね、奥さんの方がなんか大きいバスが釣れててね、途中でご主人が、いやバス釣りは数やとか言い出してね、もうとりあえず大きいのが釣れたら大きさや言い出すねほんで数が釣れたら数や言い出すね、もうコロコロ変わんのがね、これは釣り人やから、まあ奥さんそこら辺適当に相手しといてね、ご主人が喜んでる方に合わせて、まあ2人でイチャイチャと楽しんでください。はい、そして私の方はですね、滋賀県草津市にお住まいの服部正弘さん。服部さんもいつもいつもたくさんお便りをいただいてるんですけれども、この写真の日は午前中3時間ほどでなんと30匹以上釣ったということなんです。でこれも下野さんのビデオのおかげです、ありがとうございますと書いてあります。服部さんね、こんだけね写真を送ってくるほど釣れたらね、それはゴマの一つも釣りとなるやろしね。まだこれから服部さんね、どんどん釣りに行ってもうて、僕にゴマ釣れるぐらい餃子魚を釣ってください。はい、こちらは東京都練馬区の大関裕二さんからいただきました。
こちらの方大関さんの娘さんなんですけども、こんな可愛いロッドとリールで33センチのバスを釣ってしまったんですよ。すごいね、こういう子供用のね可愛らしいやつでバンバン釣れる、これ釣り場が羨ましいよね。利根川で釣ってはるんですけどもね、この利根川水域霞北浦ね、まだまだすごく入れ食い状態が続くような釣り場なんでね、皆さんどんどん出かけてくれはったらいいんですけども、皆さんね気をつけてくださいよ。皆さんが出遅れるとね、このお嬢ちゃんがもうバカバカ釣って釣るバスがおらんようになるかもしれんからね、皆さんどんどん頑張っていってください。はい、宮崎県の小林市に住む、山口さんからは、お写真いただいてるんですけども、これはね近くの家ある野尻湖で釣ったバスって書いてあるんですけどね、このバスが釣れたよりかね山口さんが嬉しかったのは、この時にね、田辺プロがね野尻湖に来てて一緒に写真を撮ったのが嬉しかったって言ったんでね、下さんも一回来てくださいよって書いてあるんやけども、なんと僕はねその何ヶ月か前にねちゃんと行ってるんですよね。その時に会えなかったんで、またね、今年もねちょっとそっちの方へ行くね予定もあるんで、また僕が行く時にはねぜひ野尻湖の方にね来てください。それと山口さんはね、16号からこう見てくれてはるそうなんですけども、その前の号ねバックナンバーもね見ていただくとまたね勉強になると思うんで、また買ってください。今日ご紹介した皆様にはこちらのバスキャップをお送りいたします。また楽しいお便りどしどしお寄せください。フォトトーナメントコーナーでした。皆さんにね、差し上げるこのボートは、レンジャーのスポーツ R72 っていうタイプです。長さはね17フィート。アメリカのトーナメントでもね、使ってるサイズなんですよね。そしてただエンジンはね、90馬力をセットしてます。もちろん、魚探から、エレキから全てフル装備で皆さんに差し上げます。このタイプはね、ダブルコンソール。助手席の人の方にもコンソールがついてて、乗りやすいと。運転席はねこれベンチシートになってて、助手席もこう真ん中の人もゆったりこう座って釣りに行けますしね。運転席にはねこれロランスの、魚探がついてて、これはもうフラッシャーの代わりでね釣りしてる間はずっとつけてて、走ってる最中もね浅いとことかがすぐ反応があるんで危ないとこもすぐ気付くし、そしてあとスイッチ類がね全部手元ですごく使いやすいです。はい、次に後ろのストレージ類はすごくもうこれフルサイズなんで広さは十分あります。このストレージが左右に2つついてます。それとトーナメントなんかに、使われる場合ね、このライブエル、このライベルがすごく大型のタイプなんですよね。これレンジャーの一番の特徴はね船が広いっていうことなんですよね。だからこれ左右ロッドストレージ、それにまだここにも前にも、物が入れられる、ストレージ、これがついてます。この釣りをするねこのデッキのスペースが広いっていうのもねこのレンジャーの特徴ですよね。だからこういう本当フルサイズのボートを皆さんに差し上げると、もちろん魚探は運転席にも、釣りをする場所にもちゃんとついてます。それでは皆さん、いよいよお待ちかねのレンジャーボートフル装備が当たる抽選をここで行いたいと思います。その前に抽選方法の説明をしておきます。まず組ブロックは A から K の11組、そして番号の方は紙2桁の1、2の番号は決定していますので、下4桁の番号を今から抽選いたします。それではね、下4桁の中の、まず初めの下1桁、それはねゆみちゃんに引いてもらって
って、下二桁目を、京子ちゃんに弾いてもらって、ね、ここで厳選を知るためにね、レンジャーボートの営業部長、井出さんご夫婦にね、入ってもらって、奥さんに、下三桁目、ご主人に下四桁目を弾いてもらいます。そしてね、一番最後に、僕がその組番号、それを弾いて決定になります。そしたらね、もうみんな待ってるから行きますよ。はい、みんなね、ミスをしないように行きますよ。はい、はい、下一桁2番。はい、下一桁は2番です。そしたらね、次下、2桁。はい、はいはい、5番です。はい、5番です。これでね、お尻から25ってきたよ。あ、もうそれ握りしめて今ドキドキしてる人いるでしょ。はい、ほな井出さん、奥さんお願いします。下を見けた目、5番。はい、これでお尻からね、255ってきてるよ。ほんでね、この最後のね、下をよけた目、これはね、0、1、2、3、4、この5つの数字ね、この中で選びます。そしたら井出さん、お願いします。さあ、これで数字が決まりますよ。あ、まずはこれはね、圏外6やからね、これは放ってしまう。はい、あ、井出さん圏外ばっかりいくよ。6、7ときたよ。うん、よいしょ、どうかな。はい、これで決定ね。はい、そしたらね、これで、いきますよ。2番これ捨ててしまって、頭からね、一度言いますよ。2552、もうこれでね、もうみんなドキドキしてるはずね。あとはもう組だけやから、これでみんなの確率、今この番号を持ってる人11人に1人だけね、当たります。だからこの今番号のこのボール、これはね、もうあっさりと捨ててしまう。もう他番号持っててももうしゃあないよ。番号はね、2552って決まったから。はい、そしたらここへ、あ、まだしつこく残ってるやつ。はい、ほな、ここへね、はい、アルファベットの番号、はい、はい、これがね、 A から K までやったかな、11。はい、はい、はい、そしたらこれを混ぜます。はい、今ね、この2552を持ってる人ドキドキしてるやろし、ほんとこれ、ここ覗いときや、僕は全然見てへんから、僕が何を持ちかけたかで、それ隣のモテとかね、言うてるかもしれんから、いくよ、おい、決定。はい、 C、 これで決定ね。だからもう一度言いますよ、はい、C の、頭のね、12は同じだから、12552。もう一回言いますよ、 C の12252で決定です。はい、それではこの素敵なレンジャーボート、当選された方の番号をもう一度ここで申し上げます。 C の12252の方です。当選された方は1月末までに K グッドプランニングフィッシングトゥーバッシングの係までご連絡ください。受け渡し方法と当たり番号の確認をした上、次号ボル26で発表いたします。そして一番違いの前後賞の方には、ダイワから EX750i、 Z2500i を、組違いの同じ番号を持ちの方にはダイワからリードをプレゼントします。はい、とりあえずね、レンジャーボートが当たった方、でそれとね、前後賞の方、それと組違いの方ね、この方たちはね、慌ててね、あのジャケットをね、こちらに送らないようにしてください。まず電話をかけてください。それからね、確認の方法なんかを連絡しますので、万が一ね、郵送の途中で、ジャケットがなくなったりとかしたらね、もう確認の方法がないんで、とりあえず必ず電話を入れてください。毎回コミュニケーションネットワークにたくさんのご応募ありがとうございます。
今回はレンジャーボートのビッグプレゼントの他にお年玉プレゼントとして豪華商品を多数ご用意しました。そしたらまず最初にね、岡山県の岡山市、北康さん、この方はね、なんと初めてのねおはがきで一番いいやつが当たってしまいましたよ。ダイワからプロキャスターのセットをね差し上げます。そしてダイワのロットを埼玉県三郷市の柴田和人様に差し上げます。リブレバスクラブのオリジナルトレーナーを東京都立川市のダン正明様、他2名様に差し上げます。はい、そしてねプレゼント今回すごくたくさんあるんでね、とりあえず今紹介してる時間がないので、このビデオの最後のところに、テロップで流しますんでね、皆さんそれを楽しみに見てください。バッシングも今年で3年目を迎え、全24巻とスペシャル版3巻も好評発売中です。あなたの見たいこと、知りたいこと、疑問に思っているバスフィッシングのテクニックいっぱいの60分です。バックナンバーのお求めはお近くの釣具店または通販でどうぞ。そして半年年間購入の通販システムをご利用の方は、はがきに住所、氏名、電話番号を記入の上、ペイフットプランニング通販係まで送ってください。発売日の10日までには発送いたします。はい、私はね、今年1年自分でテーマを持つとしたらね、まあロッドも使うのを変えたこともあるしね、いつも通り今年こそはバラさないということをねテーマに1年頑張ってみたいと思います。皆さんもね、自分の釣りに何かテーマを決めてね、今年1年バス釣りを楽しんでください。それでは授業でお会いしましょう。さよなら。さよなら。